まあ、全然撮ってなかったんですけど、まあ、飯食ったり飲んだりして今夜の19時です。で、これから22日の大会の運営スタッフミーティングをやりますんで、ステーキ焼きます。ステーキと半額の米買ってきました。今日のタレしかなかったんですけど、焼肉のタレを買いました。いただきます。はい、今 YouTube ライブやってました。で、途中でね、携帯の充電が切れちゃって、止まっちゃったんですけど、今 YouTube ライブやってました。編集中、ショート動画、トム様プレッサー。おはようございます。今日の体重、朝68.85まで落ちてました。今こんな感じです。めっちゃ雨降ってます。で、職場にね、傘忘れてきちゃったんで、家に傘がなくて、まあ濡れてるけど、まあしょうがない。近いんで。朝飯です。ここにプロテインを飲みます。スタート。ベース。ラック。はい、オッケー。お昼ご飯です。ドレッシング、鶏肉、味噌汁、米、食べます。スタート。ベース。ラック。オッケー。マグロたくあん巻きと半熟卵を2つ食べます。めっちゃ疲れた。お腹も空いたし、今日は全然パワー出なかったっす。ちょっとカロリー高いもの食べたい。牛丼食べたいな。ちょっとなんか少しカロリー高いもの食べようかなと思います。もう腹減りすぎて全然足りんかった。あれじゃあ、れでもね、特盛かなんか食べたんですけど、鶏そぼろ丼、一番脂質が少ないやつをせめても選んじゃいました。コンビニで、ローソンでこれを買いました。こんにゃくチップスのカレーとの一緒。これね、めっちゃ美味しいんですよ。で、脂質が 2.5 ずつ、じゃあこっちは 1.7、 こっちは 2.5 で、で、64キロカロリー、58キロカロリー、これを食べます。カレー、こんな感じ。いただきます。うん、うまっ。はい、出勤しました。ダーマペン4日目、北の方。はい、今家に帰ってきました。もうね、今日めっちゃ寒いんですよ、北海道。今ね、一桁なんですよね、気温が。で、雪もちょっとなんか降ってたりして、めっちゃ寒いです。で、半額じゃない、30% オフの豚肉があったんで、これを今から食べます。いただきます。やってしまいました。もうどうしても甘いもの食べたくて。もうほんと甘いもの食べたくて、チョコレートを買ってしまいました。我慢できんかった。マジで。腹減りすぎて。あとは、コーヒーね。2種類。うまっ。ちなみに今日の朝の体重は 68.65。だったんで、まあ順調に1回増えたけど、そっからは 800g ぐらい落ちましたね。なんで残り落とすってなると、67ぐらいまではちょっと落としたいんで、まあ 1.6kg ぐらいかなを4週間で落とすって感じですね。食べます。うまそう。まあ、ま、今からね、髪切りに行くんですけど、その前に
鶏肉、プラスチーズで、これに焼肉のタレをかけて食べます。これねめちゃくちゃ美味しいです。で脂質もね少し取る。でも今日チョコ食ったんでね、あの脂質足りてるんですけど、まあまあまあちょっとこっちの方がうまいんで、いただきます。うん、これはうまい、本当にうまい。お願いします。ありがとうございます、はい、めっちゃいいです、かっこいい。ありがとうございます。でもこの後チャリで帰るんで多分髪全部。ありがとうございました。はいな、お邪魔します。いいですね、髪。ありがとう。かっこいい、この真ん中の髪。あ、多分見比べたら、あれ、ウッディさん小さくなった。鶏、納豆ご飯。めっちゃお腹空いて、でもどうしても甘いものもうなんか止まんなくなってきちゃって、ゼロカロリーのなんか乳酸菌サイダーみたいな買いました。今編集をしてます。あの大谷くんの試合がやってるので、まあ、それを見ながら、大谷くんが投げてる時とか打ってる時はテレビを見て、打ってない時とか投げてない時は編集をするっていう感じ。おはようございます。1日経って髪今洗ってでセットしたんですけど、個人的にはめちゃくちゃ気に入ってます。初めてね、なんだっけ、ブリーチ色抜いたりとかしたんで、僕美容室で染めたのが初めてで、多分ね最後に染めたのが大学3年生の時の、だから21歳の時に、あのもう僕市販の染め粉でしか染めたことがなかったから、色も抜いたことが なかったんで本当に初。でもねめっちゃ気に入ってますね。出勤したらカズくんがトレーニングしてました。今年は7月の JBBF のフィジークに出るらしいです。今減量中です。頑張ります。あ、いいね。おーおー休憩です。今日が最終練習になると思います、多分。ベンチプレス大会の前の。で、90キロだけ、今日は。で、今3セット目なんですけど、まあ、もう1セットぐらいやるかな。うん。で、肘がね、今めっちゃ痛くて、左の肘なんですけど、もうなんか日常生活とかで、こう冷蔵庫開けるときとか、ドア開けるときとか、すごい、こうピーってなる、嫌ない感じの痛みしてて、なんで今日はちょっと痛くない方向に、いつもだとちょっと外側に、割るんですけど、今日は少しこう下側に逃がすような感じでやってるんですけど、なんかうまくはまってる感じも、それから今のところ90はすごい軽くできてますね。まあ本番ちょっと140キロオーバー 142.5 上げれるようにちょっと頑張りたいんで、まああと1セットだけやってベンチは終了。今スクワットやりました。180までやって、本当は今日190一発持ってその後セットっていう予定だったんですけど、めちゃくちゃ重くてもう絶対タイムリーってかね、なんなら190で多分激粘りするか下手したら潰れるんで、これはねちょっとやばいです。編集中です。デレクジーターって字幕をつける機会が来るとは思いませんでした。はい、おはようございます。今日は休みですね。パーソナルの方の仕事が休みなんで、大会の準備だったりっていうところをやっていきたいと思います。で今日はね、炭水化物をこうちょっと多めにとって、いつもよりカロリー多めにとる日にしてるんで、まあ、朝はカレーです。カレーでもカレーってめっちゃ脂質高いじゃんと思うかもしれないですけど、これボンカレーなんですよ、レトルトので、それがね脂質ね5か6ぐらいしかないんですよ。で結構低いじゃないですか。だからそれをかけてご飯を食べると、こういうのが楽しみになってくるんですよ、週1回のね。いただきます。うん、うまい。
おはようございます。上田越しの手袋。ジャスマックプラザホテル、これから照明の打ち合わせします。あ、いいね。なんかやっぱ成功した時こういう感じの方がいいかな。うん、これが真ん中に当たると一番いいのかな。そうですね。これプラスで色出るんですもんね。他のなんか細かい。先ほどの、はい、ですよね。あ、わかりました。ありがとうございます。大丈夫です。また後でね。また後ほど。はい、さよなら。さよなら。ご飯を買いに行ってきました。サーモンとあと卵焼き。めっちゃ卵焼き食べたくて買っちゃいました。サーモン。うわ。はい。卵焼き、これめっちゃ美味しそうじゃない。いただきます。うまっ、うまっ、うん、うまっ。お肉、プルコギのやつですね、と白米。久々だよ、こういうの食べるの。撮影行きます。で、LL が28から29。なるほどね。はい、撮影終わりです。撮影終わった後ね、残ってちょっとあの大会のね、システム、大会のシステムのことでちょっとやってたんですけど、なんかいろいろとトラブってますね。まあこういうのはね、大会準備してても、まあ当日ももちろんそうなんですけど、絶対なんかあるんで、まあもうちょっと頑張ってやっていきます。まあ、なるべくね、大会当日は選手の皆さんに。こうアクシデントがないように、まあ、大会準備中も僕何回かちょっとエントリーとかも間違って送っちゃったりしてるんで、まあ、そういうのも今後ないようにやっていきたいんですけど、必ずねこうまた出たいって思ってもらえるように、どんどん開催していきたいんで、まあ、今後も運営はスムーズにいけるようにやっていきたいと思うんですけど、まあ、僕だけの力じゃちょっとできないんで、パーチューブのメンバーみんなに手伝ってもらってやってもらうんですけど、はい、ということで、まあ明日も朝から仕事なんで、今日は帰ったらもうちょっとだけでもねやるかな、もうちょっとだけやって、もう大会もキンキンなんで、はい、しっかり終わらせておきたいなと思います。昼ご飯、今日からまたこのご飯に戻します。味噌汁、米、鶏肉、これはノンオイルのドレッシングをかけてます。終了。デッドリフトしました。軽く140キロパチパチパチっと帰ります。今編集をしました。個人チャンネルの編集で今時間が3時半ぐらいになっちゃったんですけど、まあ今日は割と夜中元気だったんで、まあ夜行性ということでやりました。でこれから最後症状だけね、 MVP の症状だけ作ってなかったんで、まあそれだけ作って、今日はもう寝て、明日は、朝仕事行って、そのまま、途中で抜けて、早めに上がらせてもらって、その後はずっと、いろんなとこ回って、運営の準備をしていきたいと思います。おにぎり、おにぎり、R1、コーヒー、プロテインも飲みます。搬入作業や。いやー。搬入っていうか、重りとか、プレートとか、重りもプレートも一緒や。一緒。重りとか、あとなんだっけ、ラックか。ラックを今、こう、ちょっといろんな人の協力、ありがたいことに得まして、今、お借りに行ってます。で、さっきバースト行ったのは、バーベルお借りに行ってきました。はい、搬入終了。お疲れ様でした。はい、ということで搬入がですね、大体終わりまして。第1弾。はい。で、明日の朝にまた搬入するのと、で、あとはですね、時間的にまだお客様が残ってて、ゼクサーのブルがね、運べてないんで、はい、まあ、そのブルをですね、この後運びます。8時過ぎですね。ね、できる時間は、はい。で、それを運んで、乗せて、で、それは明日の朝に入れると。
はい、あとはピエールカレッジの服がまだちょっと残ってるんでそれを運ぶと、そしたら朝運ぶものがだいぶ少なくなるということですね。はい、まあちょっと楽しみですね。明日僕も出るんで、はい、楽しみに。出るんですね。出るよ。目標は 142.5 を上げます。はい、そのために僕髪染めたんで。お疲れ。いっぱい積んでるよ。疲れた。明日頑張ろう。頑張りましょう。